今回は、現在急務となっている、護衛艦伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機の艦載に向けた、改修計画について見ていきたいと思います。案内役のアミカです。ここ最近は、中国が台頭して、そちらに目を取られていたため、ロシアを侮っていた嫌いがあるようです。でも、ここに来て考えを変更せざるを得ない状況になりました。北への防衛も無視できない状況です。実は、日本と一番距離が近い外国は、中国でも韓国でもなく、ロシアなのですよ。さて本題に入りましょう。F-35 ライトニングに B 型戦闘機の導入を急ぐと同時進行で、甲板耐熱加工作業が完了した護衛艦伊豆も、次の定期点検の時には、伊豆、モノ艦首を、スクエア型、四角へ変更する予定となっているそうです。護衛艦伊豆も、加賀の変更プログラムの進捗状況についてが主題ですが、実際知りたいのは F-35B 戦闘機であり、機体やパイロット育成が急務となっている空自の現状ではないでしょうか。戦闘機を艦載機にすると言っても、ことは簡単ではありません。まず、肝心の F-35 ライトニングに B 型戦闘機の納入には時間がかかります。また、乗せる艦にも準備が必要です。あんな巨大で、重量のある鉄の塊をポンと乗せても、平気な艦艇なんて、そうそうあるものではありませんよ。準備の一つ、艦載機用の艦首の改修工事も、まだ行われていません。甲板をスクエア型に変更することだけは決まっていますが、2020年9月末、2022年の防衛予算の概算要求が発表されました。その中には、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦伊豆も、加賀の2艦を航空母艦に改修するための必要経費として、約230億円が提示されていたのです。この2つの護衛艦を、航空母艦改修に関する理由は言うまでもなく、F-35 戦闘機を艦載機として利用するためです。この戦闘機は、離発着時に、非常に、高温の排気熱を放出するため、全通飛行甲板に耐熱加工を行う必要があるのです。その経費も、概算予算に含めた計上しています。出雲については、2020年3月から飛行甲板への耐熱工事を行い、2021年6月下旬には完了したので、その後、母港である横須賀基地へ戻ってきました。外観上、伊豆、物変化はあまりわかりません。つまり、大きな変化はなかったということでしょう。でも、詳しく見ると、従来からあったヘリ用の白いライン表示に加えて、F-35 ライトニング2用の黄色のラインが追記されているそうです。かなり、アメリカ海軍の強襲揚陸艦と似ていることが、お分かりかと思います。このラインとは、また、別の変化として、進行方向へ向かって、右翼に、環境構造物が設置されています。これは、前述の黄色ラインを邪魔しないように、左翼端に近い位置に引いたことで、戦闘機の滑走距離の確保を図り、同時に安全にも考慮したものです。戦闘機が離陸する前に、艦艇の構造物にぶつかってしまって、離陸もできませんし、修理費用も時間もかかってしまいます。そういった理由から、構造物と戦闘機との距離を十分に確保するため、重要な役目のラインなのです。もう一つの変化が、タイトルにもなっている、甲板の先端部分の形です。就役後から現在まで伊豆、モノ全通飛行甲板の先端部分は台形でした。しかし、黄色いラインをたどっていくと、艦首部への距離が短くなってしまうのです。
関西機の離陸に支障が出ますから、今後は、甲板の幅を広げて、長方形の形に改良していく予定ということです。長方形の端から端へ、斜めが一番長いということはお分かりですよね。この F-35B ライトニング戦闘機ですが、汎用性にかけては、世界的に定評があります。一番のメリットは、何と言っても、短距離離陸も可能、垂直着陸での運用可能というところです。システム的には、垂直での離陸も可能と思われますが、離陸時に積載できる燃料や兵装の量を考えると、やはり短距離で離陸する方法にした方が、機体への負担も少なくなるので、ベターと思われます。意気込んで現場に出動しても、燃料切れだの、機体に損傷があっただのでは、活躍の場がありませんからね。では、出雲、夜加の飛行甲板の先端を広げて、スクエア型にする理由は、何でしょうか。これは、アメリカのワスプ級やアメリア級教習揚陸艦と同じですが、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスとは異なる形なのです。女王の名を冠したクイーンエリザベスは、F-35 戦闘機を主力艦載機としています。一般的に考えると、効率的なスキージャンプ式の発艦装置を設置することが第一条件と思われますが、出雲、夜加は艦載機の運用だけでなく、対戦哨戒任務を中心としたヘリ運用も想定されています。ですから、船体前方下部に対戦戦闘用の大型ソナーがあり、この位置にスキージャンプ式発艦装置を設置してしまうと、艦のバランスが崩れてしまいかねないのです。バランスが崩れ、最悪の場合には、艦艇上部に重量がかかるので、トップヘビー状態を招く危険性も推測されます。また、台風発生時など、荒天時は、波の影響を直接受けることになり、万が一その際に、船体が傾いていたら、艦艇そのものが転覆してしまう、恐れが十分に考えられるのです。艦載機を乗せた母艦が転覆、沈没となったら、正直言って、世界の笑い者ではないでしょうか？お隣の軍事大国の高笑いが、容易に想像できますね。だからこそ、スキージャンプ式発艦装置は設置できないのです。日本政府は、F-35 は、常に艦載機として使用するわけではないと言っています。従来使用している SH-60kg 追戦哨戒用ヘリコプターを搭載する、体制も併用する予定ということから推測しても、対戦哨戒任務の重要性を一番に考えていることが、わかるようです。伊豆、元加賀の2艦が、航空母艦になったとしても、前述の理由から、スキージャンプ式の発艦装置が設置されることはありません。ということは、こういった母艦をモデルにした川口海事原作の漫画空母いぶきが現実にはならないでしょう。密かに期待していた原作のファンにとっては残念なことでしょうが、母艦の甲板上で短距離及び垂直着陸ができる F-35 ライトニング戦闘機を実際に運用する場合、クリアしなければならないたくさんの課題があります。製造元のアメリカへ母艦となる艦艇を派遣して、運用の可否について認定を受けることが、その条件の一つです。わざわざ、はるばると太平洋を横断して、アメリカまで行かなければならないとは、金も時間も手間もかかる、戦闘機だなと思ってしまいますね。しかし、こういった手間暇、金をかけてでも、高性能と評判の、高い F-35B ライトニング戦闘機を手に入れたいと熱望しているからこそ、当然の代価と考えるのかもしれません。一般市民としては、条件が多い面倒い戦闘機だなと思ってしまいますが、F-35 を購入した、国はイーラクダクとして、
しぶしぶ、この認定を受けようとします。現在、いずもは F-35 戦闘機の運用認証を先行取得した上で、2025年頃から飛行甲板の先端をスクエア型にする工事をはじめとする大改装を行う予定になっています。もう一方の加賀ですが、実は伊豆、もより早く、2022年度から大改装を始めています。そして、2024年前後にアメリカへ公開し、F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得る計画の下で進められているのです。出雲、加賀と並び称される2艦ですが、実際に運用がスタートするの。加賀の方が先になるようですね。この2艦の改修工事と合わせて、艦載機 F-35 ライトニング 2B 型の購入に向けた準備も進められています。2020年度予算案から類推すると、戦闘機が実際に引き渡されるのは、早くても、2024年前後になるようです。翌2025年には、当該飛行隊が、宮崎県の新田原基地に配備されることも、大筋で決まっているようです。この基地が選ばれた理由は、同飛行隊は、母校が、広島県呉基地である加賀に艦載するために編成されたからです。直線でも、この2つの基地は、近いことがわかりますよね。今のスケジュールから逆算すると、最短で、2026年には、航空母艦となった加賀に、F-35 ライトニング戦闘機運用が、可能になるということです。出雲、加賀の F-35 戦闘機の運用実績も、十分考えた上で、いずれは、本格的な航空母艦、または、海自発の強襲揚陸艦にする、代替案も進められているようです。現在の日本国憲法に定められている攻撃的兵器の保有禁止という原則との微妙なバランスを考えながら、あくまでも慎重に物事を進めていく必要があることは言うまでもありません。もちろん、国民に対するしっかりとした説明もお忘れなく、軍事大国中国と政権の安定のために国民の目をそらすため、日本を標的にする傾向のある韓国。お隣二国の日本への対抗は、これからも続くことが、残念ながら、予想されます。それに対応するためにも、出雲、や加賀の存在は、日本の海域防衛には必要不可欠と考えられます。巨額の金をかけた割には、いまいちとされる中国空母艦隊に対抗する日本側の手段が増えたとみなして、これからの展開に注目したいと思います。